はい、皆さんこんにちは、メガミックスです。ロストヒーローズ2、では前回の続きからやっていきたいと思います。グランドマスターガンダムを倒したところで、デビルキューブ第4層の、仕掛けが全て止まったみたいなので、じゃあまた第4層をちょっと改めて探索に入ろうと思います。こっちが行けますね。ここは何かあんのかな。特に何もない部屋か。ここも、あ、こっちが行ける。あそこは戻るだけだから、敵は相変わらずです。こっちが行ける。なんか繋がりそう、普通に。戻ってきただけだ。とりあえずマップを埋めていけばなんとかなるかな。強えな。あ、そっか、こっちのショートカットのところに行けば、ここに球体がありましたもんね。行ける行ける。繋がっただけ。ここも繋がっただけ。恐竜戦車が若干ヒットポイント高いか。こちら辺がだいぶいってないな。基本つながるだけだな、マップが。レギオン、あ、ここ行ってない。宝箱いらない。メガライフキットか。お、ここも行ってない。何もない。行動パターンを記憶させてスキップしたいっすね。まあそういうシステムはないみたいですけど。あとこっち、うわ、つながっただけだ。結局どこへ行けばいいんだ。これさっき来たとこだし。マジで道が分からん。なんもないよな、こっちも。はい、第4層をうろちょろしましたけど、デビルガンダム第3層でしたね。目の前にいる。全然違うとこ歩いてたよ。ということで、デビルガンダムのところに突撃したいと思います。デビルガンダムだ。妙に静かだな。グランドマスターガンダムを倒した効果が出ているのか。多分そうだろう。だが油断は禁物だ。まだ別動隊は来ていないようだし、焦って仕掛けることもなかろう。太郎は念のため別動隊に通信を入れた。ガガガガガ、どうしたんだ。そっちに向かってとこだが、突ダックロプス部隊現れ。
戦闘中なのか？おい、大丈夫か？ああ、数は多いが俺たちだけで対処できそうだ。それまで待てるか？わかった。おう、じゃあ通信は切るぞ。ピッカー。おい、待つのか？今なら先手を打てるぞ。そうだな、一刻も早くアストラを救出したい。ゴゴゴゴゴ。ん？ガーン。なんだ突然。グバーン。くっ、おとなしくなったんじゃねえのか。グゴー。はっ。ん？グワーン。ふっ、デビルガンダムの動きが。グランドマスターガンダムを倒した影響か。グググ。はあ、はあ、ああ、やはり影響は出ているようだ。攻撃が大振りで隙が多い。ぐわー。ふっ、別動隊を待っている暇はないな。ああ、このまま一気に倒そう。普通に戦闘か。俺のビッグバンはファーストアタック取れる。もう止められないぜ。とりあえず今のうちにじゃあ強化強化。こいつはメテオ。ダブルアクションを打って攻撃ができるな、そうすると。で、あとはいつも通りハイパーバズーカ打っとこう。何がいいのかな。ひるむのかな、こいつ。そもそもパニックにはならなそうだしな。まあ、攻撃力の高いやつにしましょう。バカン。回避率が下がった。あれ、なんか最初はガードされなかったけど、もう一回攻撃いけんなこれ。バルカン、いいねー。なんかめっちゃガードされるようになってんな。なんでだ。こいつは回復に回ろう。ライダーは攻撃しましょう。ハイパーバズーカー3とか。おっと、痛い。げ、デビルガンダムヘッドが出てきた。めんどくさいな。ソードビットでちょっと全体攻撃を混ぜつつデビルガンダムを倒しますか。私は一回ヒールを打つか。よしよしよし。またか。このパターンででもいけそうだな。これが当たらない。いいでー。よーし、ラッシュ3。でもなー、ゲージがちょっと足りてないからな。ユニコーンのゲージの上がりが全然遅い。こいつをどうしよう。ガルネイトバスター、いや、ミラクルゼロスラッガー、敵全体か。これジョーカーグレネード。なんだ全然当たらん。やっぱりなんだ、何が原因なんだ。バスターライフに切り替えよう。マジなの。ゼロナックル。当たる。当たらない。ウルトラキック戦法。
っとネガティブ。わあ、何も使えない。自分で回復させるか。ウルトラマンがちょっとなんか使い物にならなくなってしまった。よーしっていうか攻撃がなんだろう、当たんねえな。ウルトラマンを攻撃して、ジョーカーグレネード1 しかもミスだし。何これ、どういうことですか。ロックオンかけよう。なんだか分からず長期戦になりそうだ。2 3 3。弱点がずれるとか。バスターライフル、ビームマグナム、あ、ラッシュ3かけよう。もうちょっと分からんから、とりあえずヒーロー技のライザーソード。こいつはちょっと回復させましょう。これでまた物理防御力が上がってんな。3 1 3。何これ、どういうこと、どうすればいいの。エネルギー攻撃に対して防御か。そういうことね。エネルギー攻撃に対して防御。結局何にも意味なかったし、これはちょっとまずいな。結局ピンチを招いただけだ。いいね。とりあえず鬱陶しいからヘッドは倒しておきましょう。3 かわされた。ちょっと SP を回復させないとまずいな。やばい、見越しだ。死んだ。回復できなかったのが痛いな。これがガンダムだ。諦めるか。俺はよし、まだウルトラマン回復飛べる。まあちょっと2回行動だけど復活させますか。またラッシュしてきたよ。なんなんだ、まったく。ちょっとこの猛攻をしのがなくては。いてマグナムあと1回しか打てないし、自分で回復するか。リカバリーキットとヒールレインを両方打っとこう。
うわぁ、死んだよ。諦めるか。これがガンダムだ。俺はみんな発動してるけど、飛べる。ダメージが全然通らないのかな。ちょっとどうすればいいんだかわからない。かなりの長期戦になってる。もうエネルギーじゃなくて SP がない。なんか上昇効果を打ち消すものがあったかな。ライダー持ってた気がすんな。これだ、そうだ。ちょっと早すぎて分かんなかった。とりあえずプリズムブレイクをずっと打っとこう。くらえ。お、当たってる当たってる。いけー、やばい、死ぬ。また。もう総力戦だこれ。くらえ。よしよしよし、バカだよ。めんどくさいやつだな。こいつは普通に回復させるか。よし、当たるな。かわされた。ウルトラマンもやることがない。まだギガスピリットタブが。うおー、マジか。継続回復って、やばい。こいつももうない。 SP を回復させなくては。出て出て出て。300か。300なら押し切れるな。よしよしよし。よし、ここでもう決めよう。これは絶対いける。おお、ありだ。うわー、マジで。マジで。よしよしよし。あぶねえ。いやー、だいぶ長期戦になってしまった。やったな。早くアストラを。ヒーローたちはデビルガンダムの体の中からアストラを救い出した。う、アストラ、ありがとう。無事で何よりだぜ。さすが師匠の弟だ。グググガー。ようやくデビルガンダムも終わりか。よし、アストラを連れて一旦拠点へ戻ろう。大丈夫です、僕はまだまだ戦えます。それより先へ進んでください。元気だな、アストラ。この奥がカイザーベリアルの部屋です。アストラの言う通りだ、急ぐぞ。どこへ急ぐって、ヒーローども。この声は
うわもう無理だよデビルガンダムを倒したとはしばらく見ないうちに腕を上げたな。カイザーベリアル戻ってきやがったのか。それにしても陛下、ババルー星人のやつは一体何をしていたのでありましょう。だがちょうどいい、この場で決着をつけてやる。なんだここでやろうってのか。ははおい冗談はやめろ、俺様は長旅で疲れてるんだ、少しは休ませろ。ふざけやがって、そんなに戦いか。じゃあ願いを叶えてやろう。おいアイアロン、はっ、お前はこいつらに借りがあるな、ここできっちり返してやれ。はっ、仰せの通りに。まずはお前が相手か。貴様らを倒して名誉挽回だ。さあお見舞いしてやろうかい。ゴーラー、お危ね、戦闘にはなんないよな。グハー、おい大丈夫か。はっはっは、どうした、あの時と同じだと思うなよ。ふん、あっけないな、俺様とダークボーネは先に奥へ行ってるぞ。くっ、さあ一思いにやっちまおうか。バババババ、誰だ、待たせたな、フォアちゃん。グホ、デビルガンダムを倒したのね、さすが。ここは私たちに任せて、あなたたちはアストラを連れて拠点へ。ああ、戻れってのか、てめえら。あーちゃん、フォアン、うわ、ここは俺たちで大丈夫だ、早く行け。アンク、一旦戻ろう、みんな消耗が激しい。しょうがねえな。ヒーローたちはアストラを連れてその場を後にした。ちょうどその頃、クライシス帝国でもカイザーベリアルが戻ったという情報をつかんでいた。カイザーベリアルがキューブに戻ったな。配下の怪獣や宇宙人も呼び戻しているようだ。もしやカイザーベリアルはすでにかけらを手に入れたのか。そう決めつけるのは早い、だが早急に調べる必要があるな。ちょうどヘルガデムは完成した、俺はいつでも出られるぜ。いや将軍、そのご命令ならこの私めに、私には集めた異世界の力もございます。黙れ、お前たちのそのおごりがこれまでの失敗を招いたのではないか。うん、今回ばかりは何が起きてもおかしくはない、場合によっては全面対決もあり得る。お前たちが力を合わせ必ずやかけらを奪い返すのだ。はっ、拠点に戻ったヒーローたちはアストラをメディカルルームに収容すると、光に状況を報告し再出撃の準備にかかっていた。カイザーベリアルがすでにかけらを揃えている可能性もある、急いでくれ。そこへ別動隊が戻ってきた。別動隊、ただいま帰還した。バース、アイアロンは倒せたのか。いや無理でしょ。いやあの野郎しぶとくてな、結局逃げられちまった。ごめんね、倒せると思ったんだけどな。え、倒せると思ったの？ち、のんきなこと言ってる場合か。だがまだかけらは揃っていないようだ。本当か？アイアロンが逃げるときにそんなことを言っていた。かけらを全部揃えるまでは死ねないんだって。我々を欺くために言ったのかもしれんぞ。いや、あいつがそんなに機転が利くとは思えない。私もゼロの言う通りだと思います。あれは武闘派で狡猾ですが、あまり頭脳がいいとは思えません。だよな。って、ミラーナイト、もう休養は十分なのか？もちろんです。十分どころじゃねえぜ。休みすぎて体が鈍っちまった。光、バースたちは消耗しているようだ。代わりに我々が行こう。そうだな。では別動隊はジャンポットたちに交代だ。ヒーロー隊と共に行動してくれ。すまないな。俺たちも休んだら追いかける。よっしゃ、暴れるぞ。目指すはベリアルがいると思われる玉座の間、デビルガンダムがいた広場の奥にあるはずだ。了解。ジャンポットのチップ、ミラーナイトのチップ、グレンファイアのチップ、アストラのチップ、玉座の間。
はい、というところで、ではデビルガンダムもだいぶ時間がかかりましたけれども倒して、次は玉座の場ですね。カイザーベリアル、まあ配下もまだいっぱいいるから配下を先に倒さないといけないのかな、というところで、今回は終了したいと思います。